私のもたすです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CB1300 スーパーフォアスペシャルエディションのご紹介です。非常にねコンディションのいい1台ですね。特別な1台となります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですねフロント周りからですね、ヘッドランプ大きなね、サビ腐食レンズ割れそういったものを見受けられないですね。フロントフォークこちらもねオイル漏れオイルにじみそういったものを見受けられますね。フェンダーですね、真っ赤に仕上がったフェンダー、塗装割れ、剥がれ、飛び石の割れねそういったものも見受けられないですね。ホイールこちらね特別仕様らしからずゴールドのホイールとなっております。 ABS モデルとねなっております。ホイールのねガリ傷そういったものもございませんね。はい、ではエンジンですね、こちらね真っ赤なフレームにね包まれたエンジン、ポイントカバーの削れねクランクケース、割れそういったものもございませんね。もちろんですがねステップですがねこちら純正を採用しておりますがこちらも、曲がりや削れそういったものもございません。そしてねマフラーはねワイバンのフレーキゾーストマフラーですね。音は後ほどご紹介したいと思います。リアサスペンションもね、ボディカラーに合わせてね昭和のね、リアサスペンションこちらが装着となっております。はい、リアホイールですねこちらもフロント同様ですね、ゴールドに仕上がっております。はい、大きなね曲がり削れ、サビ腐食そういったものもね出ておりませんね。はい、ではねテール周りです。CB1300 といえばねこのテールですね、非常に締まったねカッチリした形となっております。でシートです。フロントシートタンデムシートともにね大きな破れ削れはありません。はい、タンクです。タンクもね大きなへこみ、傷そういったものもねございませんね。はい、ではねタンク内をねご紹介します。はい、タンク内です。もちろんですがね、サビ腐食出ておりませんね。はい、ではね吹き上がりいきたいと思います。はい、はい、吹き上がりいきます。はい、ではマフラーをいきたいと思います。こちらの1台ですがね、1300圧倒的な、ね、パワーでですね高速のクルージングそしてねワインディングオールマイティにね、乗れる1台です。ぜひ皆様のお問い合わせをお待ちしております。